どうもドッグトレーナーゆきです。愛犬と暮らしている人が毎日思っていること、それは犬はなんて可愛い生き物なんだということ。毎日一緒にいるのにため息が出るほど可愛くて仕方ない。愛犬が可愛いことは十分わかっているのに、その可愛さに慣れたり飽きたりしない。むしろ毎日可愛さをアップデートしてくるのが愛犬という存在です。一般的には子犬の可愛さに注目されがちですが、ワンちゃんは成犬になってもシニアになってからもずっと可愛いです。可愛いのピークが一生続くことを知っているのは飼い主さんの特権かもしれません。それでは愛犬の可愛さをさらに噛みしめるため、年代別の愛されポイントを改めて確認しましょう。まずは子犬の愛されポイントです。うるうるした瞳に小さな鼻や耳、短い手足など子犬ならではのコロンとした見た目がとにかく可愛い。ポテポテとおぼつかない足取りで飼い主さんの後を追ってきたかと思えば、突然電池が切れたように無防備に眠る姿は胸が苦しくなるほど愛おしいです。目の前にあるものすべてに興味があり、1秒後の動きが予測できないほど無邪気に動き回ります。反則級の可愛さとワイルド感たっぷりの行動力に飼い主さんは振り回されますが、愛犬との暮らしがスタートしたことに飼い主さんもワクワクした気持ちでいっぱいのはず。愛犬だけでなく飼い主さんも一緒に成長していく大切な期間です。次は成犬の愛されポイントです。成犬になるとトイレやお留守番など子犬の頃よりできることが増えるため、愛犬の成長に喜びと感動の連続です。自我も芽生えるため子犬の頃とは違う反抗的な態度に戸惑うこともありますが、好きなおやつやお気に入りの公園、苦手なことなど愛犬の性格や好みが分かってくる時期でもあります。ご飯や散歩、遊びなど愛犬に喜んでもらおうとあれこれ考えるのが楽しく、愛犬の嬉しそうな姿を見るだけで幸せな気持ちになりますよね。また様々な事情からお家に迎える時点ですでに成犬になっている愛犬も多いです。過去の体験から警戒心が強くなり心を閉ざしてしまっている子もいますが、その子のペースに寄り添ってゆっくり関係を築き上げていくと、お迎えした時には想像できないほど安心して過ごす姿が見れるはずです。続いて高齢犬の愛されポイントですが、シニアのワンちゃんはそこにいるだけで可愛くて尊い存在です。若い頃より寝る時間が増えて顔に白い毛が混ざったり段差につまずくなど見た目や体力にも変化が現れますが、今日まで一緒に暮らしてきた時間の分だけ通じ合っている感じが強くなるので、愛おしさが今まで以上に爆発します。ソファーの上に乗りたくて手伝ってほしいと訴える顔や白髪が増えて優しくなった表情で寝る姿はまさに天使。愛犬に老いを感じ始めると寂しく思うこともありますが、年齢とともに可愛さが倍増したりサポートできるありがたさを実感できるのは幸せなことです。またいつの日か愛犬とお別れする日が来ても愛犬の可愛さは変わりません。今までと同じくずっと可愛くて愛おしさは募るばかりです。あなたが愛犬のことを大好きな気持ちも、愛犬があなたのことを大好きな気持ちも今まで通りずっと変わりません。愛犬と過ごす時間は全てが愛おしく大切な時間です。今日も愛犬に大好きな気持ち、感謝の思いをたくさん伝えてくださいね。この動画が参考になった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。